なん。新しいゲームプラスロック解除。何何何？新規プロフィールに進んで、この新しいゲームって何なんだろう？新しいゲーム。何なんだろうね。ちょっと始めてみようかな。さあ、新しいゲームスタートしたけど、何がどうなの？なんか変わったことある？クローキング装置っつうのが出てきてんな。何なんだろうこのクローキング装置って これなんだ？なんだクローキング装置って。あ、こっからはもう自由に泥棒していけってことかな。もう何のチュートリアルもないもんね。あー、そういうことね。あー、でもスキルはマックスなんだ。レベルも50までいっとるね。ほう。じゃあ、こっから自由に泥棒生活していきなさいよ、みたいなことね。はい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 。はい、ということで、ニューゲーム1からやって、道具も1個ずつ買ってですね、お金を貯めました。15万円。んで、貯めたんで、クリアした時に出たこのクローキング装置っていうのを買ってみようかなと思います。これ何なんだろうね。15万。高いよね。ほい。買ったよ。これは何なんだい？クローキング装置。説明ないんだ。説明してほしいな。これ、何に使えるんだろうね。透明になれるよ、これ。すごくない？これやったらバレンってこと？やばくない？行ってみるか。クローキング装置発動。ピシュン。すげえ。これってカメラにも映らんのかな？わあ、映らん。見えないんだぜ、こいつ。すげえ。すげえよ。ああ、ここ、パソコン持ってきてないき開けれんのか。いや、すげえ。すげえぞ、これ。やーばー。これさ、警察が来るとするじゃん。チュン。ああ、わからんのんだ。いや、すげえな、これ。お前どうやって今どうやって通ったん？あ、そっか、足音がするけ来たんだ、これ。もう車めっちゃ邪魔になっとるじゃん。車めっちゃ邪魔になっとって、開けてくれ。ちょっと開けてよ、ここ。ちょっと早く開けて。うぃー、すげえ。もう自由じゃん、これ。やば。めっちゃいいな、これ。おー。いいねー。これって運びよる間、でも、溶けとんだよね、変装。メタル金、マウス金庫の中入っとった。ブレスレット、時計、やば、札束。へえ、クローキングマジ便利だわ。ちょっと警察がうるさいんで、そろそろね、出ましょうね。よいしょ。おいっと。
はい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 、すいませんね、抜けますよ。やば、前から警察来る。やばい、捕まりたくないよ、捕まりたくないよ。よいしょ、声が枯れそう。よっしゃー、すげえこれ。いや、めっちゃパクってきたわ、いいもの。いや、これがあればさ、何でもできるわ。これがあれば何でもできる。はい、ということでね、この最初の文からっていう一番上の項目で、1周目をプレイして、2周目文から2っていうのをプレイして、なんとね、最後は15万ドル、ドルでいいんかな、で、透明になれるクローキング装置というものが手に入るということが分かりました。あれがあればもう盗めないものはないんじゃないでしょうか。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。